3D 撮影って何 3D 写真、あーもう撮れるし、なんかスイングパノラマって言って、なんかこうカメラ振ると360度の写真が撮れる。え、いや俺使ったことないから分かんないんだけどね。動かすの？だってキッカーってサンドカーってフワが取れたじゃん。そう、ありがとうございます。それ多分ね、店の中とかじゃダメだと思うよ。そうなんだ。うん、明日のスノボやる時とかにやれば多分。もし頑張ってね。はい、頑張れ。すごいね。全然使えると思う。なんかスマホがあればいいじゃんっていうのもあるけど、スマホで撮るのとまた違うから、カメラで撮ったやつは。え、超映像いいね。いや、すごい綺麗に撮れるよ。だから本当のあのソニーのさ、ハンディカムってあるじゃん、あのビデオカメラ、あれと同じぐらいのが撮れる、それで。そうなんだ。うん、すごい滑らかだから。あー、本当に大きさもフルハイビジョン、だからすごいでっかいカメラ、あのでっかいテレビで見ても撮れる。え、マジで見れる普通に。で、一応で一応 SD も、うん、動画撮るから一応8ギガ買ってきたから。マジで、うん、ありがとう。それぐらいないとほら動画撮るには。すごい嬉しい。そう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 、すごいね。やばい、これが昔のなんだ。それはそうだね、一昨年の夏に買ったやつだけど、でも全然使えるよ今でも。そうだよね。うん、全く使える。ありがとう。